どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。そうやです。あのめっちゃうるさいんだわえこれ何？米です。わ、米だ。え、何これ今精米してんの？まさに精米してるよ。へぇ、これぬかだよ。これ何これ今日そういうあれ、あ、社会科見学的動画これ。いや、私のおばあちゃん家に来ております。あ、いや、そうなんですよ、はい、実はおばあちゃん家じゃないところの離れにある、はい、何、まあ、倉庫というか蔵というかっていう、はい、はい、で、まあ、まあ、昔ね、ここは、はい、普通に生活の場、はい、で使ってた場所らしくて、はい、だから見たらこんな感じで、ほら見て、あ、確かになんかこうキッチン感もあるね。そう、まあ、本当に倉庫だね。倉庫、うん、あ、今回の企画がここの倉庫の中から何か良さげなものを見つけ出して、うん、それを元にアートを何かイラスト、もしくはカスタマイズ、もしくはまあコラボ作品みたいな感じの、うん、もうだからここの中にあるということは何かない限りには表にも出ないということなんですよ。いや、そう、いや、なんかね、もう本当にお父さんのおばあちゃんだから、お父さん家族、はいはいはい、が昔から使ってたものとか。そうだね、いろいろあるはずだね。それこそ もっと前か、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんたちがもう若い頃とか、うん、そういうものとかも全部入ってるらしいので、ね、そうだね、すごい、もうなんか歴史でしかないよね。いや、そう、すごいね。でも本当にだってさ、これほらこれね、帽子もいいよね。麦わら帽子ね。でほらこれ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 、こういうのね、こういうのこれこれなんだっけ、なんていうんだっけ、このほらいろいろ野菜とか大根とか乗ってるやつ、これ。そうそうそう、大根とか乗って、うん、いや、でおばあちゃんにはもう何でも持ってっていいよっていう、うん、許可もね、はい、許可もいただいて、まあ、1階はなんかこのまだ起動してるこの米的な使ってるものがね、そういうなんかまだちょっと使ってたりとか、あとは一応、はい、なんだろう、生活用品とかも少し置かれてるみたいだから、うん、上は完全にもうもう何かがいっぱいある。そう、歴史が滞留してるわけですよね、上には。うん、ここの階段がいいんだよ、やっぱり。小学2年生ぐらいの夏休みに来たいもんね、ここね。来てたよ。来てたんでしょ、だって。小学校の時に、うん、そう、ここを来て、勝手にごそごそ遊んでて。はいはいはい。で、ちょっと危ないんだけど、うん、なんかね、こう、親根の近くまで行けちゃうのよ。いや、いいね。そう、ちょっと秘密基地みたいだったから、うん、なんか、でも、ちょっと怖かった。まあ、確かに。子供だとちょっとね、ちょっとね、上に人形とかもあるんでね。はい、じゃあ、ちょっと、行きますか。行ってみますか。はい。よいしょ。はい。はい、はい、じゃーん、おー、わー、そしてほら畳なんですよ、ここ。はい、乗っちゃっていいんだこれね。あ、そう、乗っちゃっていいんだって。もうね、私子供の頃からね、うんうん、ちゃんと脱いでたんだけど。2ウェイホット&クールポット、ポット、うん、あ、ポットがある。ポット入ってる、入ってる、買ってないやつじゃん。あ、それはね、だからここにあるんでしょうね。あ、本当に使ってないものいっぱい置いてあるね。うん、あ、でもこっちなんか本がいっぱいある。え、おもろ。あ、でもすごい、ロビンソン・クルーソー、ヤマンバ・オユキ、昔の教科書、千葉の昔話だよ。でも本当、これ見て、 VHS、 何何 VHS で感…皆さん、最有機リロードだ。最有機リロード、思ったより、思ったより平成じゃねえ。最有機リロード歴史あるもの探そうとしてきてるの、最有機だ。まあ、でもそれ、まあ、そうだね、昭和から平成から全部がね、あるということですね。見て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 、これ、私のいとこのお姉ちゃんの、はいはいはい、幼稚園の頃の思い出ですね。すごい、こういうのもある。わっ、あ、かわいい。あ、この10日後、はい、さやさん生まれました。この、ほんとだ、さやが生まれる10日前に作られた10日前の作品です。でもさすがにちょっとこれを何かするのはあれだな、うん、思い出だな、これは。ね、すごい思い出、うん、いや、もう興味津々なの。見て、これ、え、これ何、これ誰の、誰のギター。え、私のパパのだそうですよ、このギター。いつ音楽やってやってたの。ね、若い頃ですか。弾いては見たんだけど、歌と連想が合ってないから、ばあちゃんにやめよう。すごい、なんかほろ苦い思い出まで一緒に掘り起こされた。泣く思いで買ってもらったもんね。やべえ、すごい。うわ、ランドセルじゃん。お姉ちゃんのやっぱランドセル、プレステ、プレステじゃん、プレステ。でもさ、なんかさっきから発見するものがさ、平成の思い出なんだよな、全部。あ、でもこれは、これ聖子ちゃんですよ。これはうちのパパが過激強火派だった松田聖子ちゃん。だいぶこう色も合わせて、この倉庫のさ、うん、ど真ん中こう入って入って、ま、中央に鏡あるのポすぎる。いや、わかる。これだってもう異世界とつながるもんな、絶対、ね、この鏡、しかもこう布かかってる、ね、布かかってんのやばい。いや、子供の頃とかだとさ、こういう人形とかも可愛いんだけどさ、うん、怖いよね、多分。ね、あの子めちゃめちゃ可愛いけど、キューピーの隣のあの子すごい可愛い、北海道っぽいな。え、でもさ、スズラン持ってるよ。確かに、
何がいいかな。子供の頃さ、うん、ここの窓を登ると屋根だったんだよ。はいはい、あ、屋根に出れたんだ。そう、屋根の上に出れちゃって、危ないからやめなさいってめっちゃお母さんに怒られた。でしょうね。正しい怒りだわ、それ。それは。これさ、これ誰の学習机？それはね、パパのおじちゃん。王子さん。なんかあった？こっちよ。立派な。すごい額が立派なんだけど。おしゃれ。ちょっとこれ磨いたら使えんじゃねえか？いや、これすごい綺麗。ね、ちょっと塗装し直したら。うん。額いいじゃん。額をさ、ちょっとリペイントしてさ。確かに。キャンバスっぽいものありますけど。持っといた方がいいですか？危ないですし。なんか呪いの絵とかかもしれないし。なわけ。あ、そういう、そういうパターンがある。どうする、本当にさ、はい、本当に100万とかの絵でさ、ベターって書いちゃう。あ、ちょっと見てみよう。貼り間違ってしまうかもしれないよ。見てみ。じゃ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 ーん。おー、すごくない？あ、これもう書いてある、書いてあるやつだ。うま、油絵、油絵だ。あれだね、なんか、うん、多分ちょっと若干経年劣化で、ね、いや、まあ、割れてる。若干っていうかもうだいぶだよね。ね、だいぶ割れてるわ、表面が。すごい。でもすごい、こんな奥底で。ね。でもこれめっちゃ良くない？ね、すごいいいね。あれ、なんかもう一個あるよ。何それ？あ、違う。いや、違う、写真だね。写真だね、これは。おー。あ、これもいいね。ね。なんか出てくるもんね、いろいろと。すごい楽しい。なんかここに潰れたポムポムプリンがいるけど。本当だ。急にまた平成が現れる。そしたら今回、うん、これの絵を全部をリメイクじゃなくて、はい、絵に対してコラボレーションみたいな感じでやらせていただいて、あ、うんうん、額も綺麗にして、うん、復活させて、うん、かつコラボ、そう、かつコラボさせていただいて、ね、どこかに飾るっていう。そうだね、なんかちょっとやっぱあの絵の具が劣化しちゃってるとこもあるから、それも直しつつ、そうだね、ちょっと、はい、でなんかこう世界観的に少し、あ、これ実家のリビングだったそうです。そう、お父さんからあの松田聖子のポスターの修復まで言えばいいね。それもやらないとそれあげない。ちょっとあのこの松田聖子のポスターをやるかどうかちょっとまだあの要検討なんですけど。はい、でもじゃあちょっとこの、この聖子ちゃんのポスターと、おばあちゃんにもさ、これのさ出自についてちょっと聞いてみようか。あ、確かにね、ちょっと歴史も踏まえて、うん、なんだっけってなる可能性あるかもしれないけどね、うん、でもやっぱりここの蔵に置きっぱなしだったら、そうだよ、ね、二度と誰かに見られることはなくなっちゃうから、そんなこんな素敵な絵がもったいないので。綺麗だよ、風景が。ちょっとこれをお借りしましょう。はい、お借りして、はい、そして夏目さんちが勝手にコラボさせていただいて、はい、新しいアートにしていきたいと、してまいろうと思います。では、ではちょっと聞いていきますか。はい、聞いていきましょう、はい、果たしてこの絵はいくらなんでしょうか。で、違う、番組の趣旨が変わってくるからですね。100万円はい、はい、というわけでおばあちゃんのところにこれが何か聞きに来ました。分かんないね。そうですよね。なんかさ、すごいかっこいい額と一緒にね置いてあったんだけど、ここも使える、ここも使える、そう、すごい立派な、あ、本当。これどこにあったやつなんですか、もともとどっか飾ってあったんだよ。どこあったんだね、ここで。この人わかるなって読むの、これ F、 なんかお知り合いからもらったものかしらね。知り合いからもらったのがあるんだよね。もらった、でもなんか私のお父さんによると、うん、じいちゃんがどこから拾ってきたものって。じゃあこれ、いただき物で、きっと、あー、いただき物か。ちょっとさ、こうもう絵の具がね割れちゃってるからさ、私たちちょっとリメイクしてもいいですか。やったー、お、やったやった、許可いただきました。この作者の方にはちょっとあの勝手にコラボさせていただきますということで。はい、はい、やったー。じいちゃんのね、いとこはね、一人絵描く人がいた。あ、うん、あ、じゃあそのもしかしたらそのいとこさんの勝ちかもしれないってことか。でも分かんない、そうかもしれないということ、ね、そうかもしれないということで、はい、まだ謎の絵ですけど、じゃあこちらをちょっと敬意を込めて、ね、敬意を込めてお借りしようと思います。何しようなの。じゃあね、また日の目が見れるようにちょっといろいろリメイクしていきます。はい、参りましょう。ありがとうございます。はい、ということで家に帰ってきましたが、おかえりー、はい、こちらに今あの持ってきた、おばあちゃん家から持ってきた絵がこちら、
イラストちょっと全貌は映ってないんだけど、まあ大体こんな感じの風景画ですね。はい、でもなんか時が経ってるからさ、うん、やっぱちょっとキャンパス地がね、そう、黄色くはなってる。そう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 、絵の具もちょっとね、これは多分経年劣化で黄色くなってる気がする、うん、なんかそんな気がするよね、うん、まあでもこの色味はいいんじゃないですか、このまま生かして、はい、生かさせていただくというか。そうね、はい、今回はここに僕たち2人でとりあえずキャラクター1人ずつは描きたいよねっていう。あー、そうだね。そう、絶対ここ空気美味しいから。いや、そう、めちゃめちゃ澄んだ空気、うん、ここに何がいるかだよな。いや、そうだね。そう、それって大事なんですけど、うんうん、今回ですね、はい、双子描きたいと思います。双子、俺たち、私たち、はい、なんか意味深じゃない、ちょエモさない、ここ確かに、このでここに私たちが双子を描き足す、はい、そしてまたあの蔵に戻す、はい、あ、50年後またパラちゃんが、パラちゃんじゃなくない、50年後だったら。あ、確かに。もしパラちゃんに子供ができたら、パラちゃんの子供が、パラチャイルドが、パラチャイルドがね、50年後になって、でえ、この絵何、この双子の絵みたいな風に見つけてもらえるようにしたいわけ。いや、まあ、もしかしたらなんで蔵に戻すんじゃん、離れよ戻すなよ蔵に、はい、ということで、なんかこの辺とかさ、この辺とかになんか双子をかけたらなって思ってまして、うんうんうん、え、でもなんで双子なんですか今回。はい、案件でございます。ありがとうございます。今ってここですよ。でもね、違うんだよ、案件だからというよりは、もともと僕たちこの絵に対してキャラクター2人をちょっと描きたかったんだけど、いや、そう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 、そうなんだけど、うん、来てしまったわけですよ。これ全然あれよ、無理やり言ってるんじゃないのよ、うん、こんなタイミングあるってみんな思うと思う。ポケコロツインさんの案件です。ありがとうございます。っていうか、ポケコロツインっていうね、スマートフォンアプリがあるんですけども、うん、はい、これが双子の着せ替えアプリなんですよ。双子のアバターをコーディネートして、はい、双子コーデとか恋人コーデとか親子コーデとか、うんうんうん、そういうコーデを楽しむアプリなんだけど、はい、なんとここにまさに2人キャラクターを描こうとした矢先、うん、来ました。双子はいかがですか？双子屋さんが、双子屋さんっていうポケコロツインさんがね、はい、転がり込んできて、ね、え、じゃあここでタイアップしますっていう謎によくわからない流れになったんですけど、はい、冒頭僕たちはポケコロツインさんからお仕事をいただくなんて思っていませんでした。はい、いただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで今回は、はい、もうがっつりもう双子をここに書いていこうかな。そうね。そしてこの後ポケコロツインも紹介しつつ、うん、ここで書いたこの世界観のイラストを、はい、できるだけ再現してみたいと。うん、そうだね。そう、結構ね再現力があるらしくて、実はね、はい、てかね、夏目さんちのファンアートで、うんうん、実はこのポケコロツインからこう案件をいただく前に、夏目さんちをひまわりテーマで作ってくださってた方もいて、うんうんうん、元々知ってたんだよ。だからちょっと再現力すごいんじゃないかということを期待して、再現できるんかこれっていうのを書いていきたいと思います。まあ、直接いきなり書くの怖いから。いや、そうそう、ちょっと双子をキャラデザしよう。てなわけで、てなわけで、てかね、あの風景ね、さ、そもそもどういう感じ入れたい？あのこう、まあ、山があってさ、うんうん、木があって、こう池があって、ここにこうあって、ね、あ、定食屋も入ってたよ。書けねえだろ。入れたいなら書けよ。あそこに唐突に現れる定食屋書いてみせる。アジフライ。だからまず俺たちが決めたいのは、はい、この世界は一体どこなの。確かにね。あー、でもなんかファンタジーの世界にしちゃってもいい気はするけどな、ね、ファンタジーのこの森に住むさ、うん、謎の双子、熱っ、人間がさ迷い込んでさ、お兄ちゃんどこから来たの、え、お兄ちゃん人間なの、こんなとこに来たら死んじゃうんじゃないの、キャー出た、キャー確かにそういう子たちがいるかもしれない、ね、そうそうそう、そういうタイプの双子か、あるよな、弱き者よ、ここに入るでない、そのタイプな、そう、そのタイプもいる。何源さん書いてるの、ちりめんじゃこ、うん、あの今一旦、はい、だいたいこの絵のどういう感じで入れようかなのイメージを描きたいから、ここにねイメージをさらっと今描いたんだけど、いい感じ、あの絵画のね、はい、その間にさやはなんかよくすごいことになってた今。マーメイドいる、マーメイド、マーメイドいてもいいかもしれないね、ここ湖だから。誰、巨匠ね、顔だけなんですよ。まあ、どういう感じで双子ちゃん描くみたいな話があるよね。僕はなんかここいいかなと思って、でしたらさやの描く子が立ってるとかね、うん、巨女だから、巨女が我慢できない、そうそうそう、大きくさせてくれ、大きくしたいんだ、なんで、ね、なんでそんなに大きくしたがってる、大きくしたくてたまらないんだやめてえ、でもなんか壇上双子っていいよね、いいよね、うん、壇上双子っていいよね、
白双子と黒双子の対になる双子コーデみたいな。あーそういうこと。だからさやの方の上半身黒って下半身白違うよそのオセロコーデじゃないのあーいいねいいね。ちょっと書こうぜこんなちっちゃいとこで書いてない。確かに。でもなんかイメージほらどう分かる、うん、この感じイメージ分かる分かる、まあ、ちょっとどう入れるかは最終書くときに変わると思うんだけど、うんうん、なんかどういうこう書きたいかをちょっともうちょっと詳しく、うん、キャラ設定込みでちょっと書いてみるね。あ、じゃあ一覧性じゃない？そっくりちゃん。でも僕とさやの絵柄で言うとさ、そっくりちゃんってむずいんか。でもそれにさ、挑戦するのがさ、まあ、確かに YouTuber の定めじゃない。え、なんかさ、隠れ目がやっぱりさ、対になってるっていうの双子っぽくない？あー、じゃあ私は右目を隠さなきゃいけないね。で、ハーフアップにしなきゃいけないんだ。君よね俺は別にハーフアップでしたくないから。なんか眉毛ないんだよな、双子って。全国の双子にも一瞬で謝ったの、うん、違う、ごめん、僕のイメージの中で。ね、ゆげさ眉毛ない人類の方が多いから、うん、そっちの方が好き。人類の眉毛ってない方がいいと思う。いやなんかさ、子供の時からさ、うん、双子のさ、うん、あの同級生とかってなんかすごいさ、なんかかっこいいなとかって思ってたんだけどさ、わかる。この年になって双子のお母さんマジやべえっていう話感想になってしまってそうだよね。子供がいきなり2人生まれますって言われた時のさ、幸せも2倍だけどそれは苦労も2倍だよなっていう。そう、いやなんか今なんでもないと赤ちゃん1人育てるのにさ、今、うん、フィフィ言ってるからさ。フィフィ言ってるまだいけそうだなんか、なんかさ、よくわからん相棒欲しい。うなぎとか言ってるかわからない。書くといいのか。ちょっ、つかまえて、つかまえてって相棒ちょっ、ちょっ、どっか行っちゃう。じゃあゲイさんが言った使い魔つけよう。あ、そういうこと。そうそう、君の相棒。うん、こっちうなぎでしょ、だって。そうだよ、こっちうなぎなのかじゃあナマズじゃね。ナマズ、ちょっと待って、ナマズ検索するわえ、ナマズってあれね、地震起こすやつじゃなかった。確かに、なんかありそう。あ、やっぱりそうだ、地震の予兆としてナマズが暴れる。え、じゃあなんかこうさ、そういう予言の子たちみたいなのできそうだね。あー、なんかこう、ね、お知らせするやつ。そうそう。てか、ナマズパートナーって何羊うなぎだ、これ。お嬢様って言ってるうなぎ、どう？かわいくない？かわいい。いいじゃん。めっちゃ喋る。めっちゃ喋るうなぎ。お嬢様、今日のご飯はひつまぶしでございます。闇深いだろ。身を切ってるなら、そいつ絶対。ね、今日うちのさ、妹がさ、3歳ぐらいの姿になって夢に出てきたの。へー、すげえ可愛かったの。うん。で、なんか桃村に床に落ちてたネギトロを拾ってさ、うん、めっちゃネギトロって言ってるシーンがあったんだけど、わかんない。で、あともっと意味わかんないのが、うん、今のうちの妹の姿も同時に出てきて、その妹はフライパンで寿司を焼いてた。焼くな。私の精神状況どうなってんだろうね。ね、片方足で出てさ、片方足出てない、すげえ好きなんだよな。さやマジでそうだよね、いつも。そう、膝は1日1つだけって言うからさ。言わないよあの摂取量、なんか家計にもね、さ、伝わってるんで、うん、あ、そうだ、ね、そうそうそう、膝は1日1つだけ、2本あっても1つだけ。冒頭いた蔵にもね、多分掛け軸でかかってる。 あの蔵にかかってたんだ。かかってる、かかってる。見逃したわ。ということで、絵画の中に潜ませる双子はい、こちら、せーの、ドン。あ、双子なんかなっていうちょっと微妙なラインになってくるんだけど、あの目隠れの場所が対になってるぐらいしか。そう、対になってるぐらい。あと目の色がちょっと一緒ぐらい。うん、これさ、はい、髪の毛の色はさ、うん、こっちは服が黒で髪の色が白で、うんうん、こっちは服が白で髪の毛が黒系っていうのもなんか良さそうだね。ああ、確かに、ね、まあどっちでもいいけどさ、うんうんうん、ナマズこくの忘れた。お、光るナマズ白飛びしちゃった、白飛び。インビジブルナマズ。そう、これ、うん、あの白飛びほら、白飛び。え、でもさ、さやのこの子は絶対光だよな。この子光だよ。で、この子は絶対闇を抱えてるよな。え、なんかもう、なんか、うん、ゲイさんが子がなんかあまりに闇しすぎて、ね、どうしようね、うん、なんかもう一層私開き直って光った方がいいんじゃないかと思って光らせてる。発光してるわさやの方は絶対表の世界にいるけど、こっち絶対にその裏で何かさ、いや、そうそう、裏で抱えてるよね、うん、大事なところ。でもなんかこの二人がこう揃ってあの森を守らないと、うん、何かが起きるんだよね。何かが起きてしまうから、うん、この二人は会えないんだ。会えないんだ。そう、え、じゃあそれをあの一枚に書くってことはさ、会えてるんだ。そう、だからきっとおそらく主人公的なやつが全てを解決した後の平和の森か。そう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 。じゃあまだこれ平和じゃない。ダメよ、エンディング1位なの。確かに確かに、エンディング1のスチルだと思って考える。あ、そう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 イベントスチルだからこれ。なるほど。双子の姉ちゃんが、はいはい、裏の世界で頑張ってんだっていう話をここで聞いて。なるほどね。主人公は裏の世界に行ってコロコに会う。なるほどな、いいね。え、じゃあ最大の問題はさ、まあこの後海外に書き入れていくわけだけどさ、うん、ポケコロツインで表現できるかな、この子たち。
確かに確かにこんななんか裏の世界と表の世界を守ってるとか、ね、大丈夫かな、うん、なんかちょっと心配になってきたけど、ね、まあでもねできる限り表現したいと思う。はい、はい、じゃあまずはこちらの子たちをベースに、はい、まあ、ちょっと変わるかもしれないですけど、うん、うん、すごいすごいゲイさんのものすごいでかい予防線貼った、うん、今、うん、そうそうそう変わるかもしれないけどもう画面いっぱいの手の手出しちゃってほしい。大体夏目さんちの収録裏話するとさ、はい、ここを書いてから多分あの数日後書き始めるんだよ、ね、そう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 、ああう、ね、そうするとね、なんかあでもこの子あの時書いたから違う子書こうってそういうんじゃない、そういうんじゃないっていう、そうそうそう、でもやっちゃうやっちゃうからちょっと気をつけながら、この路線でだからほら熱いんだから今回、確かに確かに、そう、その路線で行こうな、やめろってなんかちょっとマークそれでは絵画にペタペタ書いていきたいと思います。ここ可愛いの結構好きだ、日本語結構好きだ、うん、さあということで書いていきましょう。はい、トップバッターさやさんでございます、はい、いやね、なんか隣同士に書こうとかっていろいろね話はしてたんですけど、いやなんかいや違うなと思って、うん、対岸にね書いてしまったわけで、いやでもこれはこれでっていうなんかミステリアスさは出てるな。そうそう、いやであとやっぱなんかこう、はい、ちょっとね特殊空間というか特殊な世界をちょっと醸し出したかったので、なるほどね、そうそう、あの陸上に海の中の生物がいて、はいはいはい、であのご覧ください、こちらチューリップなんですけど、ね、はい、これゲンさんにあのもうちょっと描けばって言われて描き出しましたはい、なのでね、はい、だから空にもクソでかいイルカですね、はいはいはい、やっぱりあの今日は大事なんで、今日はでかいな、めちゃめちゃでかいだろこいつ山越えてっから、はい、ということで僕もですね、はい、さやがあっちに描いちゃったのでもうこっちにでかでかと描こうと思ってやってますね、はい、っていうかそして画材はですね、これこの間買ったはい、あれですね、アクリリックブラシみたいなやつ、うん、なんかこれだけめっちゃ気に入っちゃったね。いやわかる、私もそれ使っちゃった。うん、ベースはそれで描いて、その後はもうアクリル絵の具、はい、ビテックスのアクリル絵の具でペタペタやっていっております。はい、はい、いやでも本当にね、なんかね、うん、対岸になったことによってエモさがね、ちょっとエモさ増した、この背中合わせの感じというか、うん、はい、で仕上げははい、はい、ポスカで白もね入れていって、お最後に顔ね、これちょっとあの最初に顔描くとモチベが下がりそうだったんで顔最後にするっていうこしゃくなことをね、モチベ下げるな、はい、下げるな、はあ、ということで完成しました。しましたしました。ちょっと一箇所隠れてないとこありますか、ね、もう全然隠れてないんですけど、はい、はい、しかもなんか逆に隠してるんですけど、はい、僕たちということでおばあちゃん家の倉庫に眠っていたボロボロの絵画コラボリメイクさせていただきました。せーのドン。おなんかさ、さやがさ、うん、なんか違うんだよ、僕がじゃあ先さや書いといてって言って、うん、最初ここにいたじゃん、だってラフの時僕たち書いたら、いやそう、なんか二人でここに書こうかなって思ったそうって言ってたじゃん、そしたらなんかさ、対岸おると思って全然対岸にいると思って、いやなんかほら、見て離れた岸、そして山が2つ、これはってなって、あ山が2つまでそこだったの、私の中の考察中が、うん、これは分けなさいって言ってたから世界観を見せたいなと思って、これちょっとちっちゃいけどこっちにギュッてしました。そうなんかね、さやがすごいこっちにギュッとしてくれてたんで、うん、じゃあ僕はこっちにこの子単体で大きく描こうと思って、うんうん、こんな感じで描きました。はい、はい、いやめっちゃいい、めっちゃいい、お互いでもさ、これ視線で気にしてる感じがすごくいい、ちょっとね、そうなんだよ、ちょっとずつ意識はし合ってるっていう、うん、描けましたね意外と。いやめっちゃ描いてるからさ、はい、そう、あの実はこれ撮ってるのゲンさんが描いた直後ぐらいなんで、そうなんですよ、私そうまだでちゃんと見てるってなくて、そうね、確かに今まさにさやは僕のやつを見た、そうそうそう、はい、いやめっちゃいい、やっぱこのねドレスの感じとか、うなぎちゃんね宇宙うなぎ、これ うなぎ、これ宇宙うなぎ、宇宙うなぎ、あこれ中に宇宙がうごめいてる、いや異次元うなぎだったなんかさ、うん、あのゲイさんがラフのまま描くの珍しいなとか思ってたけど、な、うん、うなぎの設定だけはめちゃめちゃ盛られていた、うん、でこれあれドレスの中にシュルルルルルってしまわれていく、これあそう、これドレスの中から出てきてるの、うん、このスタみたいなやつ、あそういうね、服自体も森の植物が体にまといついて出来上がってるっていう感じ、あだからなんかこうほどけてたりとかする部分もあるのね、あかっこいい、素晴らしい、そうなんかそう、しかもなんかイルカおると思って、いやそうなんか巨大生物欲しいなと思って、ね、急に遠くにイルカいるじゃん、ほんとねここにクジラ描こうかなと思ったんだけど、はいはい、なんかこの間も描いてる、いやそうこの前も描いたなと思ったから、うん、じゃあイルカかと思って、っていうかまあこの絵のエモさは 99% はこの素晴らしい風景画を描いてくださってるから実現してるんですけど、はい、まあ、このままねあのおばあちゃん家の倉庫でボロボロになりながら、そうあそこはね朽ちていくだけだったので、うん、それをねちょっと今回恐縮ながらコラボさせていただきました、はい、いただきました、はい、まあそこ
子はもうみんなね、あのとりあえず家の中で困ったらあそこに置くみたいな感じで、うん、あんまり取り出す人とかもいない場所なんで、そうだからそこで眠ってるよりはということで勝手にコラボさせていただきました。そう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 、ありがとうございます。勝手にありがとうございました。ありがとうございます、はい、本当にどのだ誰なのかが、そうちょっとね、どなたなのかが結局分かんなかったんだよね、はい、もうちょっと聞いてみたんだけど、なん、ね、うん、なんですが、うん、まあ、これでちょっとまたこの絵をどこかにね、はい、お学もあるので、はい、飾れればなと思います。そうだね、はい、まあ、ということで今、はい、生み出したこの双子たちを、はい、なんか最初はここで2人で会えたねとか言ってたね、会えてないじゃん結局は結局で会えてねえじゃんだからもう今度こそポケコロツインの世界で、うん、はい、この2人を会わせてあげたいと。そうだよ、あそこだったらこの2人は、そうだよ、平和に暮らせるんだよ、うん、こんな悲しい裏と表の世界なんかに、はい、じゃなくてねこの先の未来、素晴らしい未来を、はい、彼らに見せてあげようと思います、はい、それではご覧ください、どうぞ。ででツインズ。さあということでポケコロツインこちらでございます。僕たちのあの喋ってたさ、うん、あの設定をこのキラキラのところでいいのだろうかという、いけるのだろうかという気持ちが、夢かわいい ね、 ねえ、かわいい。いやでもこれあれだから平和になった後かもしれんから、エンディング後のエピローグみたいなね、そんな感じしてきたわ、なんかなんだ、ね、行きましょう、はい、始める、始める。まずはこの子のイメージを教えてください、はい、えこういう感じね、うわ、え待って、僕の方の子からちょっと作っていきますね、まあ、このぐらいかな、黒髪で次へ、うんうん、あーはい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 、むずいけど、うんうん、これかな、あーそうだね、ちょっとこう強いみたいなね、一応これかな、今デフォルトの中だと、うん、で服で、洋服、これさエンディング後だよね、まあ、確かにな、そしたらなんかお揃いの白ワンピとかでも可愛いんじゃないですか。確かにな、あ性格これね、はい、タッチするとね動いてくれるよ、ほら可愛い、ふわふわフローラル、しずしずジャスミン、ね、どういう動きの子ですか、はいはいはい、っていうの、ツンツンマリン、あーツンツンしてる、かわいい、もじもじシャボン、絶対もじもじシャボンだろもじもじシャボンめっかわないよね、はい、さあできました、できました、わーかわいい、かわいい、かわいい、2人があなたの心になります、かわいいです、うわー、あーこの子たちはココロン、生まれたばかりの2人にあなたから名前をプレゼントしましょう。そういえばこの子たちは名前決めてなかったね。ねえ、なんかその辺にあったさ、うん、ずっと握りしめてたさ花の名前とかつけられそうじゃない、ネモフィラとかの、ネモフィラ、ネモフィラってなんか水色のさ、はい、ちっちゃいお花、あおしゃれ、じゃあネモちゃんと、うわーおしゃれ、うん、いいね、あ、かわいいわ、ねえ、めっちゃかわいいわ、めっちゃかわいい、後からも変えられるんだ、あなたを、あなたをなんて呼べば、これは個人情報に関わりますよ。いやそうですよ、俺たちがこの世を滑るものゴッドキーパーだということがバレてしまうじゃないかダサすぎるだろあーいいね、いいね、はい、ママです、すいませんちょっとなんかあの強火でじゃあ行ってみますか、はいはい、あの世界観を表現するのに一番適しているものはどれだろうか、めっちゃいっぱいある、ちょっと見てみようか、ね、行ってみましょう、これ見てみましょう、ホコリウムとファッション、なるほどね、うんうん、ホコリウムっていうのがあの子たちがいる植木鉢のことで、はい、まあ、その世界のことですね、うんうんうん、住んでいるね、そこに使うこう環境アイテムというか、かもしくはこのファッションどっちかっていうことですね、じゃあファッションでいくか、じゃあ行きましょう、はい、ファッション一旦こっちで回しています、行きます、え、しかもなんと何回でもいいよって言ってくれた、ありがとう、ありがとう、嬉しい、いいね、レア2つも出ちゃった、もう一回引き直してみる、リセマラの沼にはまった、むせた、嬉しくてさあということでポケコロツインこんな感じで、はい、はい、今ここがですね2人の住む場所です、ココリウムでございます、ココ、これコーデをちょっと仕入れに行きますか、仕入れにね、仕入れって言うな仕入れ、ちょっとガチャを回してみますかね、よし、じゃあちょっとこれを回しましょう、行きましょう、この髪型とこのドレスが欲しいです、はい、ドレス欲しいです、はい、行きます、行きます、ゴー、行け、頼む、行け、育て、みのれ、なんだ、なんか金来た、やった、え、これスレア入るんじゃない、ねえ、あうわー、来たこれを欲しかったのは、たで、ちなみにこのアプリですね、お洋服とか今こうやって被ったじゃない、うんうん、これダブってしまったアイテムっていうのは他のユーザーと交換することもできるんで、うんうん、自分の欲しいアイテムと交換してくれる人がいるかもしれんっていう、それいいね、うん、まあでもこれは絶対誰に渡さないけどさあということでネモちゃんとフィラ君、はい、はい、この子たちをどうにかアイテム揃えてきたので今、そう
見た目のねこうアイテムを揃えてきたので、はい、行きましょう。こうで着せ替えます。ちょっと、まあ、ほらいっぱいお洋服あるから。そう、おー、おー、いいね。なんか急にリッチになったね。なんかねちょっとでもリッチすぎるか。そのさ下のお目目つけてあげたら。あ、かわいい。おー、すごい、めちゃリッチになったよ。かわいいよ。この目めちゃめちゃかわいいな。学校指定のプロローファーだよこれ。そこに壁出すのやめろって。学校通いたいから靴だけ買っちゃったの。かわいい。それはめっちゃかわいいでしょ。こんなに素敵なドレス着てるのに、うん、じゃあ僕のあの描いたネモちゃんはこの子。はい、はい、よし。じゃあフィラ君ね。でフィラ君は、はい、ちょっととりあえず髪型これ。おお、いいね、いいね。でもめめさっきねもらったこれ、うわーかわいい。ちょ、お洋服どうする。さやが描いた絵の色この絵に近かった。あーね、そうそうそう、うん、だいぶ大人になるね。かわいい。あー、できた、できた。お手手振り合ってるよ。かわいい、かわいい、かわいい。これはかわいいぞ。てなわけで、まあ、こういう風に僕たち今作ったわけじゃないですか、描いた子。うん、これです。仲良し、仲良し、はい、仲良しモードでこの子たちとこうやってうんうん可愛がったり触れ合ったりできるわけですよ。わー、あー、かわいい。あ、私も撫でてってなる。あ、ほんとだ、かわいい、かわいい、かわいい。無限地獄が始まる。いや、地獄じゃない、無限天国だ。無限天国が。そう、そしてね、だから君たちの新しく友達を作ることもできるわけよ、こうやって。いやー、そうね、はい、他のユーザーの方のココリウムにこうやってね、うんうん、あの行くことで他の人のこう世界観を楽しむ。めっちゃ怖いな、この部屋。こうやっていろんな人のところに遊びに行ってフレンドになったりとかね、することもできるし、本当自分だけでこうやって作っていくこともできるというわけですね、うん、じゃあちょっと今クリスマスなんでね、あのちょっとでもあの今残っているこのハピで、うん、はい、この子たちにクリスマスを与えてあげようと。初めてのね、うわ、確かに初めてのクリスマスですよ。あら、素敵、はい、ちょっとね、トイレだけめちゃめちゃ浮いてしまいました。トイレとツリーとか背景がね、また、うん、変わればもっとクリスマスになるんだけど。そうだね、はい、ということで今回ですね、こうやってポケコロツインでうちの子たちを作らせていただきましたが、はい、自分が描いたキャラクターがさ、実際にこんな感じでさ、い動いてさ、しかもなんか照れてくれたりさ、喜んでくれたりしてるの見るのめっちゃ嬉しい。かわいい、ね、こういう使い方ね、自分のオリキャラをこういう風に作るっていう遊び方もできるし、うんうんうん、まあ、あとは本当自分の好きな作品のね、あ、そうそう、あの推しキャラ作ったりするのもいいかなと思うし、趣味の合う人と交流したりしてもいいですし、うん、そうね、思い思いの好きな楽しみ方がのんびりできるアプリだと思いますので、うん、はい、皆さんもぜひね、この後概要欄から気になった方はぜひダウンロードしてみてください。え？今さ、お部屋のさ、離れてったから、そう、端端になった時にさ、はってなってさ、二人がさ、パーってこう近寄ってったんだけど、かわいい、え、かわいい、え、なんかくすぐられちゃうな。心の柔らかいところくすぐられちゃったな。皆さんもぜひくすぐられてみてください。こちょこちょされちゃった。